中学入試問題この問題算数で解くことができますか一度タップして止めて考えてみてください。それでは、解説四角かける四角を正方形の面積として考えます。するとこうなるはい。これに四角を1個、さらに四角を1個を追加します。するとこうなる。 はい、つまり横の長さは縦の長さより2大きいことがわかりますこの面積が575ですから縦×横が575で横の長さが縦より2大きくなるような数を探せばよいわけですあとは575を素因数分解しましょう、はい、すると25が23より2大きいので、はい、縦が23横が25で成立することになりますよって四角は23が正解になります